私はここの所長をしております進藤と申します。確か進藤さんは真形式博士の。ええ、叔父にあたります。それにしても大変な名を持ったものですよ。無理なお願いをしてしまってご迷惑ではありませんでしたか？いいえ、構いません。ただ彼女が面接を許可するのは非常に珍しいことなので私も驚いているくらいです。研究所の外から面会に来る方はあまりいらっしゃらないのですか？全くと言っていいほどありませんね。研究所の外はもとより内部の研究所員とも滅多なことではありません。ついていたのですね、私。まあそのくらい特殊なケースなのです。さあ着きました。ここは1階の所長室、つまりまあ私の部屋です。隣に彼女と話ができる専用ルームがありますので、そちらの方へどうぞ。真形博士はもう待ってらっしゃるのですか？いえ、彼女は自分の部屋におります。面会ができると言っても残念ながら直接は会えないのですよ。と言いますと？モニターとスピーカーを通してお話ししていただくことになっております。それはセキュリティのためですか？それもありますが、彼女が直接人と会いたがらないのでそういったシステムを取っているのです。それから面会時間は30分となっておりますので。ええ、それは聞いております。では私早速面会室の方へ。すみません西野園さん、言い忘れてました。バッグをこちらに置いていっていただけますか？そういう決まりになっておりまして。これで、あとは大丈夫ですね。ええ、どうぞ。こんにちは。お名前は何というの？西野園です。はじめまして。私は。いえ、姓は知っています。お名前は？萌です。萌さん、どんな字を書くの？草もゆるの萌という字に絵の具の絵です。お年は？20歳です。
ヘリコプターで来ました。所長のヘリコプターね。いや違います。あのマガタ博士、私の父をご存知ですね。165に3367をかけるといくつかしら。55万5555です。5が6つですね。どうしてそんな計算を。あなたを試したのよ。計算のできる方だと思ったから。でも7の掛け算が不得意のようね。今最後の桁だけ時間がかかったわ。なぜかしら。別に不得意ではありません。あの、お話をお聞きしてもよいですか。私は父のことで。頭の回転も早いわ。決断力もある。それに思考が飛躍する特徴があるわね。それがあなたの一番の才能よ。そう、西野村京介博士には16年前に4回お会いしました。一度はアメリカで、その時あなたも一緒にいらしたわ。私はあなたの名前を博士にお聞きしたのですけど、あなたが泣き出したのでその質問にはお答えにならなかったんです。あなたは赤いドレスを着て頭にリボンをつけていたわ。16年前の3月の16日ですね。場所はシャンペーンです。覚えておられるんですか。それとも、それとも今日あなたが来るから調べておいたと思われたのね。意味のない質問ですね。ここにもう何年いらっしゃるのですか。自分のしていることは質問しないでね。会話にそのような導入部は無用よ。接続詞もいりません。脈絡というものには興味がありませんから。ご両親を殺したのは本当ですか。そう、対処が迅速ね。洞察力、観察力も優れている。あなたのご両親はどんな方でした。ご両親ともお亡くなりになったのは知っています。あなたはそれで私に会いに来たと自分では信じておられるわね。でも私からあなたのご両親のことをお話ししても、あなたが満足するような情報は何もありませんよ。西野園博士はジェントルな方でしたね。私は奥様には面識がありません。私はご両親があなたにはどんな方だったかを聞いているのです。あの飛行機事故を見られたのね。私の心の中が読めるようですね。心なんてものはありません。あなたは今人間の精神の話をしようとしていますね。
よろしい。少し付き合いましょうか。あなたは誰ですか？これは驚きました。あなたは本当に素晴らしい頭脳を持っていますね。それが人間の思考の切れ味というものなの。あなた今急にそれを思いついたでしょう。素晴らしいわ。それが機械にはできません。私が誰かなんて質問、人工知能には思いもつきませんものね。でもあなたは私に会って話をして、たった数十秒で自分の構築していた真形色像とのギャップを直感し、その質問を無意識に口にしたのです。そのアクセスの素早さが機械には真似ができません。大切なことなのですよ。私は真形式です。あなたが不審に思うような他の人格ではありません。真形博士、なぜご両親を殺害したのですか？なぜかという問いには答えられません。どうやって殺したのかならお話できますけどね。目撃しましたから。答えられないのはどうしてですか？知らないからです。想像することはできますが、答えはどれも適当とは思えません。殺した本人に聞いていただきたいわ。博士が殺したのではないとおっしゃるんですか？そうね。少なくとも私の意識ではそれが真実ですね。あなたのご両親が事故で亡くなったとき、あなたはなぜ事故が起こったのかに興味がありました。あなたはその時16です。事故の原因には興味はありません。父も母もそれで戻ってくるわけではありませんから。私の両親は私が14の時に亡くなったのよ。皆さんは私が両親を殺したと思っていらっしゃるわね。でも確かにそれもありえないことではありません。私が両親の命を奪った凶器を持って血まみれになっていたのですからね。あなたの言われたように原因を究明しても何も想像されません。でも覚えていないんですね。それは正確ではありませんね。覚えてはいるんですよ。どうやって殺したのかも全部。お人形がやったんです。私それを見ていましたの。お人形？どんな人形です？人形が殺人を犯したのですか？このお話を皆さんが信じないことくらい理解しています。でも真実というのは他人の理解とは無関係です。あの、それはつまり博士の別の人格が殺人を犯したということですか？それも多分間違いです。私の中に別の人格がいることは本当です。でもね、西野園さん、私の中の他の人たちは
私の両親を知らないのよ。どうしてそんなことがわかるのですか？だってずっとお話をしているんですもの。もうずっとよ。それくらいわかります。1から10までの数字を2組に分けてごらんなさい。そして両方ともグループの数字を全部掛け合わせるの。2つの席が等しくなることもありますか？ありません。片方のグループには7がありますから、席は7の倍数になりますけど、もう片方には7がないから等しくはなりません。ほら、7だけが孤独でしょう。私の人格の中で両親を殺す動機を持っているのは私、マガタ式だけなのよ。ですから私の肉体が両親を殺したのなら、私が覚えていないはずはないの。私だけが7なのよ。それに B と D もそうね。あの、動機は何ですか？さあ、外で遊びたかったのかしら。いろいろな証拠からそれくらいだと判断できますね。動機なんてものに何か意味があると本当に考えているの？あなた、そんなことを聞きになるためにここにいらしたのかしら？違います。では本題に入りましょう。あなたに残された時間はあと17分と40秒よ。博士はもうその部屋に15年も閉じこもっていらっしゃいますね。季節もない、夜も昼もないところに15年もおられて、どんな変化がありましたか？ご両親が一度に亡くなられたことでどんな変化がありましたか？まず最初にお断りしますが、私は初めから自分の自由意志でここにいるわけではありません。したがって今の特殊な環境に対する私の思考の変化は積極的なものとはなり得ないの。ただ自分の中でいろいろなものが自立しましたね。それはある意味では私を安定させ、現実に定着させたと言えるでしょう。今の質問はあなたの人生にどのように関係するのかしら？わかりません。私は父と母が亡くなってしばらく寝込んだままでした。何もかも無意味に思えて、人間の社会に興味がなくなりました。博士のご意見は私が生きていくためのシミュレーションをする上で、エレメントモデルを作るためのサンプルデータになります。面白いことを言われるわね。自立するというのは博士の能力がさせるのですか？私はここに閉じ込められる前の14年間にすでに外界を経験しています。したがって外界へのノスタルジーは私をコントロールするのです。生まれながらの能力ではありません。私から得られるデータは特殊すぎて、あなたのモデルには不向きだと思いますが、西野園さん、あなたの質問は的確ではありませんね。西川先生が私に会えとおっしゃったのね。いいえ、ここへ来たのは私の独断です。私は博士に興味があったので来たのです。父の話を聞きたいというのは嘘です。あなた、素直な方ね。
なたは裕福なご家庭で育った。お父様は厳しかった。それからそう、才川先生に好意を持っていますね。答えは二つともイエスです。博士のご研究の一つ、仮想現実の技術はどんな役に立つのでしょう。本当に話が飛びますね。仮想現実はいずれただの現実になります。現実が人間の何に役に立っているかを考えれば、それが今の質問の答えになりますね。具体的にどういうことですか。役に立つ立たないを超えて、現実は我々に干渉します。人間が選択をするのは服が汚れるという現実のためです。これが役に立つかどうかは主観です。クリーニング屋さんには役に立っていますね。それが現実です。つまり後から遅れて認識される幻で、雑誌社の取材のようですけど、メモを取らなくてよいの。大丈夫です。物覚えが良いのでご心配なく。仮想現実の技術の問題点は何だとお考えですか。現在は主として3つの障害があります。第一に処理系のハード的な力不足。第二に人間にそれを受け入れる用意があるのかという道徳的な問題。そして第三に受け入れた後に現れる生物的な未知の影響です。第一の問題は着実に解決されつつあります。私がこの技術に関わってすでに10年になりますが、コンピューターのハード面での容量は飛躍的にゴールに近づいています。第二の問題は深刻ですが、それでも先ほどの話と同様に生まれながらに VR の環境で育つ世代には受け入れられるでしょう。人間はプログラムより柔軟ですからね。人間のリアクションの問題もジェネレーションが変われば解決するでしょう。第三の問題はどんな変革にも必ず現れる精神的肉体的症候ですからね。これは私の分野ではありませんし、興味もありません。はっきり言えばさまつな問題です。私は大学で建築学科に入学しました。そんな未来にあって建築とか都市はどのように変貌するでしょう。そもそも博士は将来のそれらをどう定義されますか。建築はネットワーク上のプロジェクトとなるものであり、都市はシステムです。いずれもハードからソフトへ変貌する概念ですね。建築も都市も単なるプログラムに過ぎません。集団の意思と情報の道筋だけが都市の概念ですし、すなわちネットワークそのものの概念に近づくことになります。才川先生が同じことを書かれています。あなたはそれを読みましたね。私が才川先生の名前を出したとき、あなたは急にバーチャルリアリティのことを質問されたし、先生に好意を持っているかと私が聞いたのに対してイエスと控えめに答えたわ。物質的なアクセスはなくなりますか。そうね、おそらく宝石のように贅沢品になるでしょうね。他人と実際に握手をすることでさえ特別なことになるでしょう。人と人が触れ合うような機会は贅沢品です。エネルギー的な問題からきっとそうならざるを得ないのよ。人類の将来に残されているエネルギーは非常に限られていますからね。人間も電子の世界に入らざるを得ません。
地球環境を守りたいのなら人は移動すべきではありません。私のように部屋に閉じこもるべきですね。なぜあなたは才川先生の話をしたがらないのかしら。恥ずかしがっているのですか。人を殺したりすることもできなくなりますね。宅建ですこと。あなたのおっしゃる通りよ、西野園萌さん。あなた、才川先生がどうしてそんなに好きになったの。才川先生は私の父の研究室の学生だったのです。父の最後のお弟子さんです。ですから私は小さい頃から才川先生を見てきました。大変頭の良い方で発想が柔軟です。尊敬に値します。答えになっていません、西野園さん。最初に先生に会ったのはいつですか。覚えていますか。覚えています。私が小学校5年生の時です。その時は才川先生のことをどう思いましたか。私より頭の良い大人がいるので驚きました。父を含めて自分よりも頭の良い大人に私は会ったことがありませんでした。嫌いになりましたか。わかりません。何があったのですか、その時。私はトランプの手品をしました。私は手品が得意でした。誰に見せても褒められましたし、誰にも見破られませんでしたが、才川先生はその手品に驚きませんでした。私はなぜ驚かないのかと聞きました。先生は答えませんでした。でも先生には私の手品の種が分かったのです。あなたはそれでどう思いましたか。悔しくて新しい手品を考えました。多分嫌いになったと思います。でも今は好きなんですね。どこで変化しましたか。あの、思い出せません。私そんなこと。博士、私のことをどうしてそんなにご質問されるのですか。よく覚えています。あなたは泣きましたか。はい。事故は夜でしたね。そうです。空港に両親を迎えに行きました。事故は着陸の寸前に起こりました。才川先生もいたのですね。はい。西野園さん、あなたはその日どんな服装でしたか。覚えていません。
おかわりはいかがですか。いらっしゃいませ。今日はお一人ですか。いえ、待ち合わせです。いたいた。こんばんは、桐生さん。ごめんなさい、才川先生のところに寄ってて、先生のお客さんが来たりもしてて。そうですね、私何飲もうかな。もうすっごい喉乾いてるんですよね。あ、でもその前に私手を洗ってきますね。私の分の飲み物も頼んでおいてください。お願いします。かしこまりました。頼んでおいてくれました？それ、飲んだことないんで楽しみです。よくそう言われるんですよ。最近はちょっとだけいただくようになったんですけど。その本、ミステリーですよね。囚人のジレンマ、知らないな。面白かったですか？何なんですか、囚人のジレンマって。へえ、でも当たり前じゃないですか、そんなの。本当にちゃんと理解してるんですか、桐生さん。卒論で忙しいのによくミステリー読んでる暇ありますね。それって現実逃避じゃん。え？ガドガドソースのかかったターキーのサラダとアボガドのサンドイッチですよ。今日の才川先生、元気なかったな。ちょうど会議が終わったばかりとかで。浜中さんは
国枝先生の方が相談しにくいって言ってましたよ。じゃあやっぱりあの人先生でもないのか。さっき才川先生のところに知らない女の人が来て、学生ではなさそうだったんですけど、そう、その人妙に馴れ馴れしい口調で話す人で、義堂さんとおっしゃいましたね。しかもその人先生のこと総平君って。何がですか？そうですか。私もたまには外でお酒を飲みますよ。いえ別に。それに桐生さんがいるから大丈夫です。どういう意味ですか？知りません。そのままって、お茶の一杯くらいは出しますよ。すみません、これと同じのもう一杯ください。いいんです、今夜は飲みたい気分なんだから。そうそう、今日はすごい話があるんですよ。確か桐生さんの卒論のテーマって曲田式博士の研究を扱ってましたよね。今度のゼミ旅行を楽しみにしていてください。才川先生のところでも話してきたんですけれど、実はこの前会ってきたんです。だからその曲田式博士にです。ええ、セキュリティも厳重でした。もちろん曲田研究所です。確か9歳の時プリンストン大学でマスターを授与されて、 MIT の PhD を11歳で取得した後は MS 社の主任エンジニアとして12歳から本格的な活動をしているでしたよね。それくらいはさすがに私も知ってますよ。曲田博士って頭脳明晰なんですね。やっぱり頭脳明晰なんですね。
あのって、やっぱりご両親を殺害したという。でも信じられないわ、あのマガタ博士が。逮捕された当時、博士はまだ14歳でしたよね。以来、博士はずっと研究所から外には出ていないそうです。そういうことになるのでしょうね。私もその事件について聞いてみたんですが、なんだかちょっとはぐらかされてしまった感じで。ええ、でも本当に直接ってわけではなくて、モニターを通してなんです。マガタ博士は人間アレルギーだって。それでテレビ電話のようなものを使ってモニター越しにしか面会できなかったんです。随分変わった研究所でしたわ。島にはその研究所しかなくて、とても大きくて中まではよくわからなかったわ。全部を見たわけではないので。建物は上から見ると正方形でシンプルなデザインなんです。ええ、そうです。うちのヘリで行ったんです。屋上にヘリポートがあるんですよ。父がマガタ式博士と交友があったことを覚えていたので、だからおばに頼んでみて。おばのところからどのように話が回ったのかは私にもちょっとわからないのですけど、30分くらいお話できましたけれど、なんだか少し怖いって感じでした。でもあんなに人間に興味があるなんて思ってもみなかったわ。そう、すごい美人で。それからその研究所の部屋の窓も何もないコンクリートの真っ白な部屋がとにかく印象的でしたね。季節の気配なんかも全く感じない無表情なところで、マガタ博士は白いセーターを着ていて、想像していたよりもずっと若くて、会話を終始博士がリードしてくれました。私も事前に質問をたくさん用意していたのですけれど、例えば数字の中で7だけが孤独だと。会話に導入部は不要だと、脈絡には興味がないとも博士はおっしゃってました。あ、その前に突然マガタ博士は私に7の掛け算を含んだ暗算の質問をしてきて、それに私が答えて、そのことから私が一人っ子だということを博士は推測されました。でもなんか数って不思議ですよね。なんだろう、抽象的っていうか。抽象概念って？それはわかります。
でもそれ何の話ですか？授業でやったこととか？え、四季博士のお母さんの？その他には博士と何を話したかな。そうそう、私の父のことを聞いてみたんですよ。ええ、博士は覚えていましたね。それに実は私も以前博士と会ったことがあるそうなんですよ。16年前に一度父と一緒にいた時に博士が覚えていたんですけどね。ええ、私は全く覚えていませんでしたけど、博士が言うにはシャンペーンで会ったのだそうです。そんな話の流れ、博士に両親殺害の事件について聞いてみたんです。でもそこからなんだかはぐらかされてしまった感じで。なんておっしゃってたかしら。断片的にしか覚えてないわ。でもすごく印象的だったのは、お人形が両親を殺害したと博士がおっしゃっていたことです。博士の中にある他の人格、私はそんな風に思ったんですよ。多重人格のことかと。だからそう聞いてみたんですけど、それも違うそうなんです。多重人格者であること自体は博士も認めています。でも他の人格は博士の両親のことを知らないそうです。両親のことを知っているのは曲田四季博士本人の人格だけで、だから両親を殺害する動機があるのもその本人曲田四季だけだということのようです。ええ、博士自身の言葉で言うと、確か私の肉体が両親を殺したのなら私が覚えていないはずはないとおっしゃっていました。さあ、そこから私もわからないんですよ。あと意味はわからなかったんですけれど、私だけが7なのよ、それに B と D もそうねとも言ってましたね。私にもさっぱり。私が覚えているのはそのくらいですね。というわけで、才川先生にも話してみて。
今度のゼミ旅行は日間賀島にキャンプに行こうということになったんですけど、聞いてました？ええ、今は私有地ですけれど、数年前まではキャンプ場として使われていたそうなんですよ。西川先生も高校生の時、その日間賀島にキャンプに行ったことがあるんですって。って、それだけですか？だから、マガタ研究所があるんですよ。熱え。お前がそう言うと余計熱苦しいんだよ。早く船に乗って涼しい風にでも当たりたいもんですね。見ればわかるだろう。熱射病になるかと思ったぞ。おい、僕も桐生君とここで待っていればよかったよ。一軒あったなあ、潰れた酒屋が。店の壁に錆びついた殺虫剤の広告が未だに貼ってあったぞ。あれ蜃気楼だろう。国道のアスファルトも溶けかかってたし。そういえば先生たちはまだかな。彼女はヘリコプターで行くんじゃないの？お嬢さんはこんな寂れた港のボロい待合所には来ないか。それにしても寂れた港だな。この待合室、屋根だってボロボロだしさ。遠くに見える漁船もなんか哀愁が漂ってるよ。やっぱ例年通り涼しい長野か山梨にした方が良かったんじゃないの？早くキャンプ場に着きたいね。テントも用具も揃ってて水道なんかも使えるそうだし。お嬢さんの案なんだろう。今回のキャンプはなんか1ヶ月くらい前にマガタ式本人に直接会ったんだってね。その後彼女と西川先生で急に決めたそうだね。天才に会って何話すんだ。何はともあれ、俺は早く向こうに着いて冷えたビールでも飲みたいよ。誰か持ってきてんの？ビール。向こうじゃ手に入りませんね、きっと。
りゃまずいな。でもひょっとして才川先生が誰かが。才川先生たちちょっと遅くないですか？ああ、中国のスーパーエリートだって聞いてるよ。しかも少林寺拳法の達人らしいぞ。その上料理の腕までプロ級という噂。ちょっとかなわない感じですよね。スポーツや料理に関しては分からんが、語学習得に関してはちょっとした情報を俺は持っている。もっぱらの噂だが、どうやら日本人の彼氏がいるらしい。俺たちははじめ、キリュウ、お前がウさんの彼氏なんじゃないかと睨んでいたんだが。あ、それは言っちゃまずいでしょう。お前たちが楽しそうに講義のノートを貸し借りしている姿を何度か見かけてな。まあそこから先はあれだな、俺たちが捏造をしたという噂もなきにしもあらず。そりゃ大丈夫だよね。いくら俺たちでも本人には聞けないよ。他の人にちょっと確認をね。飛龍と宇さんって付き合ってんのって西野園さんに聞いたくらいで。あっちゃー、そこまで言っちゃいますか川端さん。そうなんですか、知りませんでした。でも私そういう話に興味ありませんから。だってさ、あれ、才川先生と国枝先生だよね。そうみたいですね。まさかあの二人ってそういう関係じゃないわな。そりゃないでしょ。そういえば聞いたか、前に才川先生のところにすっげえ美人のお客が来たって噂。浜中はその美人見なかったの？いや、僕は会ってないですね。他の研究室の人が見かけて。いつだったかな。そう、確か西野園さんがひまか島にキャンプに行こうって言い出した日に来たそうですね。何？彼女が目撃したのか？他に重要な証言は得られなかったのか？手がかりはそこまでか。
そその人、何でも月餅っていうお菓子をお土産で持ってきてたそうですよ。月餅？何それ、俺は食ってないよ。おそらく国枝先生が全部。あ、先生たちがこっちに向かってきますよ。遅いっすよ先生。ずいぶん早いねみんな。先生、ビールとか持ってきてないんですか？ただでさえこんなに暑いのに、そんな重いもの持って歩き回りたくないよ。これはいよいよ諦めるしかないな。じゃあもうこれでみんな揃ったのかな。なるほど。やっぱり。で、ワクチンソフト使って退治できた。あれ陰性室の方から感染したんだよ。川端さんたち、他の口座からゲームをコピーしたでしょう。あれが原因みたいですよ。え？そうなの？つい出来心で。早期発見だったしね。まあ川端君たちも出所の不明なフロッピーを入れないことだね。あとはネットワークからソフトを持ってくるときも気をつけなくちゃ。すみませんでした。ところで、そのウイルスって噂のトロイの木馬ってやつですか？何それ？え？知らないんですか？信じらんない。だからなんだそれは。こっそり何かのソフトがデータに組み込まれていて、発見しがたいウイルスのことだよ。ちゃんと機能するプログラムの内部に初めからウイルスが隠されていたりもする。それどうやって発見したり退治したりするんですか？ワクチンと呼ばれる対ウイルス用のプログラムで対処するんだ。でもウイルスがそのソフトの対処できる範囲だったらということだけど。でもウイルスって実際には何をするんでしょうか？いろいろだね。何もしないでただメモリーを占領するだけのものもあれば、ハードディスクの全部のファイルがやられるなんてこともある。しかも潜伏期間があって、すぐに症状が出ないものなんかだと発見が遅れるね。その間に他のマシンに感染したりするわけですか？でもコンピュータウイルスを本当に生きているウイルスだと思っている人も結構いますよね。お前だってそうだろ？まんざら間違った認識でもないよ。生命の定義自体非常に曖昧なものだからね。みんなはどう考える？有機物でできているかどうかの違いじゃないですか？有機と無機の境界を厳密に定義するのも現代では同じように困難なことだよ。それにもともと生物を構成する物質を有機と名付けたんだからね。生命体の定義かな。
なるほど。それではとても可愛らしい起き上がりこぼしも生命体として扱うことになるよ。起き上がりこぼしってあの起き上がりこぼしですか？お前、他の起き上がりこぼしを知ってるのかよ。いいかい、まず起き上がりこぼしは木でできているから有機体だね。それから自己防衛能力がある。倒されても起き上がるだろう。ポテンシャルエネルギーを運動エネルギーに変えてるわけだ。それから次は自己増殖か。それはさすがに無理ですよ先生。ところがその起き上がりこぼしはものすごく可愛らしいんだよ。一目見た人間はそれが欲しくなるわけだ。そのためどんどん生産される。つまり可愛らしいという自分の能力で結果的には自己増殖していると言えるのではないかね。でも人間が作ってるんじゃないですか。他の生物の助けを借りないと繁殖できない生物なんてこの世にいくらでもいるよ。花が咲くのは昆虫に可愛らしく見せて自己繁殖の助けを求めているからだろう。このままではいよいよ起き上がりこぼしが生命体ということに。さっきの定義だとそうなるよ。だから曖昧だって言っただろう。もちろん DNA なんかで厳密に定義すれば答えは違うものになるけどね。ではやはりコンピューターウイルスは生命体と言えるわけでしょうか。少なくとも僕はそう思っているよ。そろそろお迎えの船が到着する頃ですね。西の園さんまだかな。あ、来た。何持ってきたんだよ。自分で持てないもの持ってきちゃダメだよ。向こうで困るんだから。でもみんなのものなのよ。皆さんだって冷たいもの欲しくなるでしょ。手伝うよ。お、ビールか。気が利くね。片っぽはビールです。こっちは？それからこっちはアイスクリーム。アイスクリーム？はあ。お嬢様をよろしくお願いいたします、才川先生。ええ、大丈夫ですよ。ご心配なく。彼女、キャンプなんてしたことあるんですか？いいえ、初めてでございます。やっぱり。それはもう、
お楽しみのご様子でございまして、皆様もよろしくお願いいたします。